なあ、これってまるっきりあの地下帝国でおなじみの E カードじゃん。これはもうだから感謝ですよ、うん、感謝なんですね、ええ、今出したのは奴隷ですか。返事もしてない。縁起物語。コンコン、こんにちは、こんばんは、イシャモン天下です。エビスアモンです。大黒天しずきです。今回の企画は本日不在の小次郎から預かってます。おー、題してお互いを騙し合い縁起物カード対決。え、縁起物カード、企画者不在かよ。あ、そうだよな。ルールの説明書をもらったので、うん、アモン読んでもらっていい？あ、俺、まあいいけど。これは相手の一手を読み合う1対1の心理ゲームです。プレイヤーは王様役、奴隷役に分かれます、うん、王様役のプレイヤーは王様カード1枚と市民のカード2枚、奴隷側は奴隷のカード1枚と市民のカード2枚を持ってゲームスタートします。うん、あれ、これって続けて続けて。カードには、じゃんけんと同様3すくみの関係があって、王様のカードは市民のカードに勝つ、んで市民のカードは奴隷のカードに勝つ、んで奴隷のカードは王様のカードに勝ちます。この法則の中で相手の一手を読み合いながら奴隷側が先行、王様側が後攻で場にカードを1枚出して勝敗を決める。1人2回計3回戦を行って、うんうん、一番勝ち点が多かったプレイヤーが今回の優勝者となります。なるほどね。はい、うん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 。1試合につき勝ったプレイヤーには1ポイント差し上げます。ただし、奴隷のカードは王様のカードにしか勝てないため、奴隷役で勝利した場合は2倍の2ポイントとします。なるほど、救済措置だ。うん、というわけでルール説明は以上。それでは激しい騙し合いを楽しみにしてるで、ゲームマスター福禄小次郎より。なるほど。なあ、これってまるっきりあの地下帝国でおなじみの E カードじゃん。あ、追伸。これはエンペラーの E ではなく縁起物の E なので、そこんとこよろしくだってさ。ずいぶんなご都合主義だな。まあまあ、せっかく小次郎が企画用意してくれたんだし、うん、やってみようよ。まあまあまあ、そうだな。うん、それに一番ポイントが低かった人への罰ゲームまで用意してくれてるよ。用意してくれなくていいだろ。いらないよ。まあまあ、早速ゲームをやっていきましょう。うん、第1回戦はアモンとシー君ってことだけど、うん、王様役と奴隷役どうやって決める？し、恨みっこなしでじゃんけんで。よし、じゃあ行くぞ。最初はグー、じゃんけんポン。本当に弱いな。また負けた。ということで、シー君が皇帝、皇帝側、皇帝、王様か、王様ね、王様、王様だぞ。エンペラーだと思って聞いてたから。カードだからね。シー君が王様、そしてアモンが奴隷側でスタートしていきましょう。やったるぜ。縁起物語？それではまず第1回戦、アモン対シー君の試合を始めたいと思います。私ディーラーのビシャモン。天下とディーラー、ディーラーかっこいいな。王様なんで負けないです。奴隷側として革命を起こしてやるぜ。お、素晴らしい。それでは参りましょう。第1回戦スタートです。まずは先行奴隷側のアモン様からカードの提示をお願いいたします。試合目ってことを考えると、まあ守りに、まあね、守りに行くよな。じゃあやっぱりさ、おお、ほう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 、これだ。アモン様、右端のカードを出されました。続きまして王様側、しずき様のターンです。あー、へー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 、なるほどね。お互いなるほどねって。まず手元のカード見てみ。2つ手元のカード、うん、いいよ。お、最初だよ。嘘つくもんだって。ファーストターン、ね、こいつ嘘つくんだもん、たまに。これはだって見てる人がさ、信じるか信じないかはあなた次第です。すぐ終わっちゃったらちょっとじゃない。セット、なるほど。両者出揃いました。ようござんすね。うん、それではカードをめぐっていきましょう。お願いします。せーの。アモン様市民のカード、しずき様市民のカードということで、1回戦目はドローです。あー、よし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 。いや、ここからだよ。続きましてまたアモン様からですね。もうどちら、2分の1です。ただ一手目をアモン様ドローで終えたのはかなりでかいですよ。でかい。いや、そうなんだよね。まあ、でかいよな。これはもうだから感謝ですよ。うん、
うん、感謝なんですね、が、が俺はさっき言った革命を起こすと。革命を起こすということは、ということはということは何なんだよ。すいません、ちょっとディーラーも出しゃばってしまいました。こっちだ。このカード奴隷ですか？違います。じゃあこのカード市民ですか？違います。ほうほうほう、ザワ、はい、ザワ、よろしいですね、はい、いいんだな、はい、本当にいいんだな、よろしいですね、出揃いました、はい、それではカードをめくっていきましょう。せーの、おーかー、市民のカードなしドローを引き当てたということで、2試合目もドローということで、早速3試合目参りましょう。まあ出すカードは決まってますね。じゃあもうせーので、せーの、第1回戦目の勝者は奴隷側恵比寿アモン様。やったー、革命じゃー、素晴らしい。いや言い訳じゃない、これは聞きましょう、言い訳じゃない、さっき奴隷ですかって言った、うん、奴隷ですかっていう時に目パチパチさせたのよ。このカード奴隷ですか？違います。パチパチさせてたんなら嘘ついてるから市民だったっていう。まあでもまあ負けちゃったもんね、やっぱりね。いやー素晴らしい、イエーイ。続いて第2回戦に参りましょう。それじゃあ2回戦は毘沙門対大黒天、イエーイ。じゃあじゃんけんで決めるか、王様側と奴隷側。そうだね、うん、よし、最初はグー、じゃんけんポン。おー、俺は奴隷で行く。お、奴隷で行くの？俺は奴隷で行く。俺は奴隷で行く。だってここで勝たないと。確かに。なるほどね。ここで勝たないと。わかりました。じゃあ大黒天が奴隷側。うん。で、毘沙門が王様。王様側ね。よし。それじゃあ2回戦、スタート。まあ、どうする？めっちゃ考えてんな。めっちゃ、今めっちゃ考えてる。めちゃめちゃ考えてんな。どうするどうする。何も言わず、さっきは結構割と揺さぶりを、まあでも先行ですからね、揺さぶりのかけ方もないから、うん、そうだね、そうか、これも本当に負けたら地下帝国に行くんだね。いやいや、もうなんか本当後がない感じあるよ。僕は1回目から王様を出してもいいわけだもんね。そうだよ、まあそうだな、うん、変なこと言わないでよ変なこと言わないでよ。お、出ました、今の発言で何かを確信したってことだよね。おー、だから僕が1回目に王様を出すと思ってるかもしれないと、うん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 、ないかもしれないし。それじゃあ毘沙門、王様側、今出したのは奴隷ですか？返事もしてない返事しないのはじゃあ市民ですか？あ、ちょっと前のめりになりましたね。でも今の前のめりになり方はちょっとわざとらしかった。おお、なるほど、わかったろ、これ結構きついんだぞ。いやー、そう、めちゃめちゃドキドキするんだよこれ。このカードで、それでいきますか。勝負します。出揃いましたね、はい、カードをめくってください。せーの、あー、あー、あー、なんで王様カードと市民カードでした。でも奴隷って思わなかったの？奴隷と思ったけど、なんだろう、なんか勝てる気がしたんだよね悔しい。というわけで今回の勝者は毘沙門でした。やりました。というわけで1ポイントかな。そうだね、ポイントポイント。それじゃあ第3試合に参りましょう。それでは第3回戦目、毘沙門対恵比寿、奴隷と王様、じゃんけんで決めてください。よーし、よーし、いくよ。最初はグー、じゃんけんポン。よーし、じゃんけん勝者の恵比寿さん、最初に奴隷あったしな、まあせっかくだから王様側、王様、僕も奴隷取りたかったんだよ。お、まあ確かに1ポイント、奴隷で勝ったらね、あ、そっか、そう、2ポイントで、あ、まあでも追いつけるから、うん、最終試合スタート。じゃあ奴隷側の僕から、うんうん、あ、もうそんなスッと出すの？即決。なるほどね。来なよ。この3つ並べた時って自分で並べた？自分で並べたよ。で、あえてこの端のカードを出しました。なるほど。これは市民ですか？さあ、奴隷ですか？さあ、あー、なるほど。ゾウ、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 後悔ない？ゾウ、ゾウ、いいよ。よし、いいですか？それではお互いカードをめくってください。どうぞ。せーの、
やイエーイ勝者エビスアモンやったかっこ悪いやった早っ早くない？いやもう市民だろうなと思った。あそう、はい、一番最初の質問で、うん、ビシャモンの性格的に、うん、ここに並べた時に真ん中に強いカードを置くかなと思って。ちなみに真ん中強いカードです。ほらそう、それ聞かれた時にさ、そう、あどうしよう、あそうだよってだと思ったまあ端には置かなそうだよな。端になんかきっちりしたいタイプだと思うから真ん中に置くからなるほどな。 それ見て一回自分で考えておいたのかなっていうのを聞いて、今までのどのゲームより悔しいよーし悔しいなー、はい、演技物語というわけで結果発表。おいや、まず第1位は3ポイント獲得、アモン。やったー、いや、お見事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 。そして2位は1ポイント獲得、ボク。おめでとう。悔しかったな、でも最後。そしてそして最下位は0ポイントのシーク全負け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 だな。ということで、うん、最下位のシー君には罰ゲーム、はい、例の地下帝国でビールを飲むモノマネをやってもらいますとのことです。いいカードのいいエンペラーのいいじゃん。今までで一番静かなのになんか一番心がザワザワするっていうかなんかこんなに人のこと観察したの初めてだったわ。初めてだよね。いや面白かった。いやもうほんとすごかったな。イエーイ。ということで、面白かったよとかコメントもらえたら小次郎が喜ぶと思うから、ぜひよろしくね。よろしくな。それじゃあまた次の動画で、せーの、 See you! またね。それでは皆さんお待ちかね、 C 君の罰ゲームです。どうぞ。ありがてえ、き気に冷えてやがるうめえ、悪魔的だっていうか、どうしてこんな目に遭わなきゃいけないんだよもうちょっとで勝てたのに心の叫びだ。勝ちたかった最高、お疲れ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。